はセントウルステークスです、はい、この重賞過去10年ですね、はい、一番人気が連帯率 100% と信頼度非常に高いので中心はまあ一番人気という感じですが、トミチョイはこちらです、はい、ダブル1、4枠と8枠がすごい出てきたら前走 G2 組が買いです。なるほど、詳しく教えてください、はいはい、まずはダブル1ですが、過去3年の阪神芝 1200m の厩舎成績と騎手成績をチェックしてみますと、1位は森厩舎と武豊でした、はい、はい、その1位同士がタッグを組んだジャングル、これは面白いんじゃないですか、ね、いやこれはちょっと私も本命なんでぜひ頑張ってほしい、頑張って、はい、そういういいデータがあったんですね、はい、はい、そして4枠と8枠がすごいですが、過去10年の成績をチェックすると4枠は2勝2着1回3着4回8枠は3勝2着4回3着1回馬券圏内に4枠と8枠が両方来たことが6回と無視できない高勝率になっています。ダブルで来たことが6回あるところ、そうです、あなるほど、4枠と8枠だから迷ったら4枠と8枠という、まあ、ビッグシーズン入ってますからね、4枠は。でこっちか。で、データ的には両方来る。来たり両方来てもおかしくない。なるほどね。はい。はい。はい、さあ、最後に、はい、出てきた前走 G2 組は買いですが、過去10年で馬券圏内に入った馬の前走をチェックしてみましょう。前走 G2 組は3頭しか出走していないんですが、成績は2勝着が1回、勝率は 66.7% なんですね。うん、前走 G2 組出てきたら買いという感じです。ピクシーナイトということで、これはね、あの、雄一さんがね、あの乗ってた馬ですごく評価してた馬なんですよ。だから状態さえ戻ってるこれ能力はこの中ではず抜けてると思うので、戻ってればこれですよね。富士山的にもこれってことですよね。そうですね、はい、ということで細かいことは気にせずにヒントにしてみてください、うん、さあまだ時間ありますかね。続いて京成杯オータムハンデの富士山は、オータムちゃん、はい、です。じゃじゃん、オータムちゃん